H&K SR-9 はドイツの H&K 社が開発した民生用自動小銃である。SR はスポーツ用ライフルを意味する。SR-9 はアメリカ合衆国の銃器市場での展開を前提として開発された H&K G3 の派生型の一つである。かねてより輸出、販売されていた G3 の民生用モデル HK41。 91小銃を1989年に施行された銃規制に適用させる形に再設計したものである。生産はアメリカ国内で行われた。標準型の SR9 はサムホールストックや丸みのあるハンドガードが外見上の特徴であり、トリガーグループには PSG1 狙撃銃のものを原型により速射性能を落としたものが使用された。SR9 は 精密射撃モデルの一つで T は射撃を意味する SR9 は PSG-1 狙撃銃と共通の悪波及びトリガーグループ MSG-90 狙撃銃と共通の重傷を備えている SR9 はより高級な精密射撃モデルで TC は射撃競技会を意味する SR9 は悪波トリガーグループ重傷が PSG1 狙撃銃のものと共通である。なお、H&KSL-QSD という製品もあるが、これは別設計の民生用小銃 SL-8 の派生型の一つであり、SR-Q とは無関係である。ありがとうございます。